はい、皆さんこんにちは。こんにちは、中野人チャンネルです。はい、本日中野人チャンネル第3回です。はい、でそうですね、今日は何をするかというと、あのパーフェクトワールドの中で面白い称号っていうのたくさんありますよね。それで、まあ、本日はその面白い称号というのを皆さんに紹介していきたいと思います。イエーイ今日のテンション来たし。はい、ちょっとおかしいですね。ですどうしたんでしょうね、一体。はい、ここからですね、いきますね。はい、キャラから称号を見ていきたいと思います。で、あのいろいろありますよね。まあ、個人の成長、社交関係、ストーリー、隠れ実績、実力勝負、名高い実力者、イベント挑戦、これなんて読むんですかね。すみません、日本語が怪しくて。すみません。富か、まあまあ、はい、で、記事の来訪というのがあります。はい、それでですね、まあ、まず一つ目に見ていきたいと思うのがストーリーですね。はい、ストーリー見ていきましょう。ストーリーの中の、まあ、この新世界ようこそで、その救命っていうのがあります。これが何かというと、はい、獲得方法、はい、人間チュートリアル、クエストを達成するってありますが、人間チュートリアル。はい、ちょっと、はい、どんなチュートリアルでしょうかね。人間としての人生のチュートリアルなんですか。ちょっと教えたいですね。私もちょっと受けてみたいな。そうです、私も受けてみたいです。チュートリアルむしろ終わってないという。そうですね、私は途中ですね。チュートリアル、本当に、はいはい、まあ、面白いのがありますと、はい、まあ、種族ごとにあるんですよね。まあ、この妖族とかもありますし、まあ、清らかな心ならエルフですね。はい、でその次にですね、まあ、このストーリーの中のこの、はい、ここを見ていきたいと思います。シリの城、はい、この中で名探偵というのがありますね。名探偵、あれですかね、あの、頭脳は大人、姿は子供、名探偵ピーピーのやつですね。ピーのやつですね。トゥルトゥルってね、流れちゃう。危ない危ない。あ、ちょっとピーでした、ピーでした、すいません。はい、まあ、こんな面白いのもちょっと連想してしまいますよね、こういう、称号というのもですね。まあ、習得方法がクエスト、強敵現れるのを達成するやつですね。まあ、ここちょっと犯人現るとかみたいなの方が、はい、それっぽいかなと、はいはいはい、思いました。そんな感じですね。でその次はこの隠れ実績というのがあるんですけど、はい、この中で面白いのがこの女たらし。女たらし、はい。あ、女たらし、はい、ただしこの獲得方法ですよね、はい、この心中カップル、心中カップル、あ、これはあれ、あの金融小説の一節じゃないですかね。あ、はい、有名なこうカップルで、はい、こう 水中にこう入って助ける感じの流れのやつみたいな、ね、はい、そこから来てるんですね。そこから有名なやつをこうここに取り込んでる感じなんですか。はい、はいはいはい、そうですね、まあ、この女たらし、まあ、称号がすごいことになってますけど。本当に面白いですよね。ちょっと女的になっちゃいますね、はい、この称号はね、はい、でその次にですね、まあ、実力勝負いってきますね、はい、実力勝負の中の、はい、これですね、この中の、文句あるならかかってこい、かかってこい、やるかっていう感じ。なかなかに結構ちょっとこれパンチ効いてますね。そうですね、こうつけたら結構、まあ、ダンジョン入るときにこの称号をつけたら、まあちょっと敵に狙われそうですね。狙われそうというか、むしろパーティーメンバーにボコボコにされるという。そうですね。喧嘩を売るような、こういった面白い称号がたくさんあります。はい、本当にこれも面白いですね、はい、本当にね、はい、でその次に、まあ、イベント挑戦に行ってみたいと思います。はい、はい、この中でいろいろあるんですけれども、まあ、ダンジョン称号というのがありまして、はい、これです。はい、血で服が真っ赤に染まった、何があったんですかね。もうやっぱり事件に巻き込まれたのかな。名探偵じゃないんですけど、サスペンスですかね。サスペンス、殺人事件でもあったのかなという、ちょっと犯人のつけるような真称号、ちょっと怖いですね。サスペンスな称号ですね。まあ、獲得方法は、黄昏の聖殿、ダンジョンで初勝利を収めた時にもらえる称号です、はいはい、ちょっと気になりますね。気になりますね。どんな勝利を収めてどうなる、どういう流れになるのか。ダンジョンと血で服が真っ赤にモンスターを討伐、返り血みたいな、はい、あ、はい、面白い。そうですよね、まあ、仲間血じゃないですよね。いやいやいや、また
すごい白場になってる怖い怖い、ちょっと違いますね、テイストが違いますね、違いますね、パーフェクトワールドじゃない、うん、はい、でその次にですね、まあ、ギルドクエストの称号というのがあります、はい、パシリです。あ、パシリあ、うん、で獲得方法は、うん、まあ、獲得方法がギルドクエストを50回達成、うん、あ、50回パシリされたっていう感じです、はい、パシらされたという、パシらされた、地味に欲しいですね。そうですね、です、まあ、ちょっとあのパン買ってこいよみたいな、ちょっと行ってこいよってい そういうテストのパシリです。まあ、確かに、まあ、ゲームこう MMORPG ってこういった、うん、まあ、パシリ関係のが多いので走り回りますね、なかなかに欲しい。そうですよ ね、まあ、合ってますよね、はい、もこれもすごく面白いなということ で、はい、その次にはこのわらしべ長者、紹介しましたけれども、そのクエストの称号というのもあるんですよ、はいはいはい、それで、まあ、私のベストはどこというのがあって、まあ、これはまあ累計20回、はい、20回、はい、行いというもの称号なんですけれども、このクリップ5000個というのがありますね。これをあのわらしべ長者を累計5000回行い、はいはい、5000回って言ったら1日1回だから1年に365日で、うん、まあ、10年かかる、うん、10年でも3600回ですね。まだ足りませんね全然。ことは15年ぐらい15年ぐらいになるんですかね。気が遠くなるような、気が遠くなりますね。果たして その15年こう運営が続いてるかっていう。そうですよね、そこだった。そこでした。15年後何やってるんでしょうかね、果たして。本当に一番ハードル高くないですか。はい、高すぎますね。なるほど。で、物理的にもうこんなものもありました、はい、ということなんですけども、はい、まあ、あとはそうですね、まあ、実際皆さんでゲームを遊んでいただいてですね、まあ、どんな、まあ、称号があるかというのを、まあ、あの体験していただけたらなと思います。まあ、今後もリリースした後に、はい、こういろんなイベントごとに新しい称号もあるので、うんうん、はい、皆さんぜひこうゲットしてください。はい、はい、でリリース日と決まったんですよね。はい、そうですね、5月の、はいはい、12日火曜日ということになりますよね。ついに決まりましたね。はい、やっと、やっとようやくやっと発表できる。お待たせいたしました。本当に、はい。はい、それではですね、はい、じゃあのリリース日も発表したことですし、はい、本日 の、まあ、の中の人チャンネル3回目は、まあ、ここまでとしたいと思います。はいはい、ご視聴ありがとうございました。はい、それではまた次回があればバイバーイ。